ステージ16、写真は任せて。彼との写真ツーショットを撮るチャンスだわ。わ、文化祭、あ、スタッフなんや。ピンクが似合うね。あ、写真撮ってくださーいって。任せて任せて、一緒に撮るわよ。じゃあ、はい、どいて。はい、チーズ、私と撮った方が嬉しいわよねーっつって。うん、間違いなくこのウサギよりは嬉しいはずだ。何が嫌なんだ。じゃあ、あ、これ何これ、ん、自撮り棒か。自撮り棒とスマートフォンで、あれ、あ、違うな、待てよ。この写真撮る系ってここのカメラがいつもと違うんよ。それ知ってる知ってる。あ、一眼レフや。はい、撮りまーす。撮るよ、パシャパシャパシャ。はい、下からも行くね。はい、どうぞ。あ、これでいいのかな。バイバーイ、楽しんでくださいね。あ、何、駅につけてどうなんの、何のために駅つけてんの。ステージ17、大事な大切な忘れ物。ああ、まず家帰ってきまして、あー、すいません、スマホ忘れてますよ。なんか成長したね、彼女も。今までやったらスマホそのまま持ち帰りそうやのに。登っていくゴキブリか。そのツインテールも相まってゴキブリにしか見えへんよ。ああ、汚れちゃった。あ、よう見たらこれ水こぼれてんな。ほら、水がこぼれてるから。なんだこれ。あ、ピンポーンって。ピンポーン、すいません、ツインコちゃんでーす。なんで消すの、すいません、なんで消すの。じゃあ上は、うわ、おー、あ、多分これが彼の家やな。この青いソファー見たことあるわ。で、あ、タオルが降ってきた。他のやつは降ってこない。オッケー、じゃあこのタオルでここ詰めまして、んでゴキブリのように登っていくと。オラ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 、到着。そうやって登ってたんか、ストーカーするとき。なるほどな、ここに来て伏線が暴かれた。あ、スマホないのに机の上にあったわ、よかった。という感じやな。ステージ18、12時と金と彼。あー、あ、走って走って、あー、もうこの靴邪魔なのよね、ポイポイポイって。じゃあなんだこれ、これシンデレラやったっけ。それいらないなら私もらいますけど。んー、おらおらおら、違う、王子様やった彼は。じゃあこれは誰かいる、誰やお前。ミラクルステッキ。あ、12時になってもうた、まずい。あ、魔法が解けた。で、私の靴と入れ替えるわ。あ、違うの。あ、この靴置いていったんか。この靴を忘れた方いらっしゃいますか。あ、はいはい、そう、私でーす。ほら、同じでしょーって。どんだけおんねん。イオンで買ったやつか。同じの多すぎやろ。となると、この裏になんかあるな、これ。ほら、それを取ってみたいんやけど。てか、このステッキ使ってないな。なんだ、あ、魔法かけれるんや。うわ、かわいい。いや、でもツインテールの方がよかったな。でも最近ポニーテールも好きなんですよね、私。どうでもいいか。ねえ。じゃあ、この状態で12時にすると、どうなる？はい、魔法を解けるけど、こっちは魔法かかったまんまです。はい、靴変えます。あ、この靴なら大丈夫じゃないか？これは唯一無二でしょう。こんな高いヒールの靴、なかなか履けませんよ。来た！ぴったりだ。あ、結ばれた、初めて。初めて男性がこっちを向いてくれたよ。やった。ステージ19、守れ逆ナン2。おら、これ海来たからって調子乗んなよ、彼。絶対しばいてやるわ。しゃあ。おら、ブス近寄んな、カス。あ、ブス。はい、お前、男じゃねえか、お前。ブス、ブス。なんだ、
ん、帽子邪魔よ。ブスよ。どんだけ寄ってくんねんこいつ。どんだけ、え、すごいな。俳優かなんか、お前男だ、ダメだ。ほら、逆に男通すか。男通してみたさもある。もう一人来たら通すぞ。来た。行った。いいの？いいんや。受け入れてるぞ。ステージ20。彼の心を狙い撃ち。さあ、夏祭りシーズンということでね、1回300円安いですね。もう今はね、500円ぐらいしますけどね。じゃあ私もやろうかな、じゃあ。ダメですか？あ、なんか落ちたよ。撃つ前に落ちたね。あ、ダメなんですか？じゃあ、これ電球とかもありそうやけど。あ、なるほど、金を集めろっつってんのか。100円じゃ無理？無理だな。じゃあこのクソガキたかる？あら、お前100円出せ。あかんか。あ、1本100円。あ、なんだ？なんかどっかから100円取った。すいません、チョコバナナください。あ、押した。くし、このく、あ、割るんちゃう？うれなんで中に100円入ってんの？悪いな、ガキ。恋は戦争なのよ。おちゃん一回、私にもやらしてちょうだい。コルクは3発見せてやるわ。違うわ。あ、お前にやんの？あ、違うな。リロードして。ブレーブレーブレー。何？落ちなかった、ごめんねー。あ、こっからできるんや。なるほどね。じゃあ彼にあげる。あ、ん、あ、え、下手くそすぎるんやけど。何ね、あ、こっちが欲しいんか。そういうことか。ワンちゃんこれじゃない可能性あるな。オッケー、じゃあこうして、で、ん、で、あ、なんかおっちゃんおっちゃん狙ってもうた。すいません。話しかけるとこまではいけて、これ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 狙って。わかんのか。あ、わかった。こうやってサッカーボール落ちたやんか。これ落としてる間に、なんかする。ちゃう？落としてる間になんかすんねん。あ、え？え？なんか取ったで？どっからコルク取った？わからんけど。一緒に打てばいけるんじゃないか？多分一緒に打てばいけるぞ。あれ？なんかサッカーボール落としたら、コルクが手に入ったんやけど。あ、4個になった。渡す前にこうすればよかったんか。なるほどね。あ、でもこいつ下手くそやから、じゃあ私に任せなさい。4発あれば取ってあげられるわ。いくわよ。うりうりうりおりゃー、やったー、ゲット。あ、いいな、かわいいな。ステージ21、かき消せ恋の花火。こいつお前、いろんな女とっかいひっかいしてんな。信じられへん。お、なんだお前いろんなバイトしてんな。働きもんやな。花火直接当てたるか。花火の音で告白をなかったことに。あ、なるほど、そういう感じね。よし、じゃあこれをここに入れまして、行ってこーい。どれ、好きです。あかん、ちっちゃすぎた。あかん、付き合ってもうた。くそ、取られちまったぜ。となると、なんだ、ああ、自分入ってもうた。ひゃあ、あ、でも告白なかったことになったんちゃう。あ、違うもんや。私が飛んじゃったらダメと。となると、なんかでっかい花火の玉が欲しいんやけど、これをここに入れる？違うな。あ、え、あ、これで視点変えられるんや。これちゃう？ほら、月、月サイズの。何？お、ちょ、おー、ちょ、ちょ、だ、ダメだよ。よし。じゃあ、特大の花火打ち上げますか。どれ？バーン。
うわー、クライマックス、やったやったー、ざまみろ。ステージ22、喋っちゃやだ。わ、また違う女連れてやがる。なんだこの飲み会は、人が多すぎるだろう。うわ、下にいる。じゃあ進む。よいしょよいしょよいしょ。うわ、草、なんかあるか。うわ、ここはめっちゃいい匂いしそう。靴下脱がして履かせる。うわ、最悪や。これどうすんねん、次帰るときどうすんねん。あ、でも入らへんって。返すわ、じゃあ。返されんの嫌すぎ。あ、こっち、あ、違う、あ、違うか。うん、じゃあもう一個左行こうかな。あ、これ新館やって。新館で女子が隣に邪魔だよ。これぼっちがいて、こいつめっちゃ飲むな、すごいな。みんな裸足やな、すごいな。なんで俺靴下履いてやな、絶対嫌なタイプやねんけど。ん、服装がセクシーやな。ほんで肩出てエビフライの服って、お前どういうセンスしてんねん。靴下以外ないぞ。となると、いやー、マジできることないな。あ、これで乾かすのか。違う、これを鼻に当てて進むみたいなかと思ってんけど。あ、なんか取った。なるほど、サイズが合わないから。オッケー、これでゴツくらって、はい、進めます。いけ、この花園シーンは大丈夫だ、問題ない、進め。あ、目と目が合う。やっほー、やばい、チャラ男に捕まっちまった。可愛いは罪だぜ。ん、っていうか靴下どっから取った俺。あれ、え、俺靴下どっから取った。こいつ靴下履いてないんやけど。あ、ここまで進んでんのか。なるほどね。じゃあこの携帯をどうにかしたいねんな。こことここが喋ってくれればいいんやけど、チャラ男のくせにぼっちやから。あ、なんかいる。え、あ、遅れてきたんか。おー、来た、お似合いのギャルとギャルを今のうちに進め。で、こいつまだ飲む気か。これも問題ないんじゃないのか。一回右戻るか。割と右戻ったらなんかなりがちやから。いやー、何もないのか。この体育会系ずっと食ってるけど、ここになんかいそうやねんな。あ、何これ、王様ゲームなのにラブドリンク、ヘルシーサラダ、ラブドリンクだ、いけ、注文。あ、え、あ、こっち、なんでこの少年が頼んだのに。そんなバカな、やられた。となるとヘルシーサラダ一択だ、いけ。どうなる、私が取り分けるわね。あ、彼のもどうぞ。あ、なるほどね、みんなに取り分けてる間に下からニュニュッと。よーし、隣の席を確保したぜ。お前はそのメガネと喋っときな。ステージ23、私の勇者様。なんだ、おーっと、ザコどもが来やがったわね。弱弱ファイター、魔法メロメロビーム、メロメロビーム、くらえ、ちゅ、なに、聞かないだと、ショックだ。ならば弱弱ファイヤーでいくぞ。やあ、ふん、ザコめ、瀕死にしてやったわ。なに、まずあの僧侶からやらんとダメなようだな。今のはメラゾーマではない、メラだ。よし、じゃあこいつに、あれ、こいつは無理なんか、防御か、防御効かぬわ。ほら、腰フリフリダンス。そうだ、この女にならメラゾーマ、メラガイアでも出る気がするのに。あ、なんかある。ならばとっておきを使うしかないようだな。くらえ、権利書、この世界を支配する権利を授ける。授けたくない、授けたくないぞ。あれ、あげちゃった。ああ、そんなバカな。
あ、待てよ。ここになんか光ってる。何これ。あ、なんか かけるんちゃう。え、違う。え、違う。なんかありますね。羽。羽でペンになった。じゃあこれで何かを書き込んで、はいどうぞ。この世界の半分をあげる。どうかな。サインするんや。勇者と魔王は平和協定を結んだ。あ、クリアや。やったね。ステージ24、ドキドキ記念写真。あら、一応彼の隣には座ってるから。あ、ここ付き合ったんや、この二人。付き合ってるかどうか知らんけど、行きまーす。ビョーン、ジュラシックワールド、ビョーン。わー、何これ、誰のマフラー。うわ、最悪だ。お前いっちゃん後ろ行け、髪長いやつ。このか、あ、結べる。で、このマフラーも取って、開くんちゃう？開くな。第4ポンプひねって、なんだ？あ、なんか濡れるんやったんかな、ほんまは。はい、じゃあ行きまーす。これは完璧ですね、多分。よーん。はい、ラブチーズ。どうかな？完璧ー。ステージ25、悪霊退散。あ、また悪霊いますね。悪霊にも生身にもモテる。非常に厄介だ。ほら、振り負け。カーパーク。彼ごと退散してまうって。私悪霊じゃないわよ。もうちょっと穏便に行きたいとこやな。お守り、お守りいいんちゃう。はい、どうぞ。ほらー、何こいつ、お守り体制があるだと。金運守りやったー。あ、右あるぞ。猫の向きをかざして、あ、出ました、悪霊退散。ということは掃除機、ルイージマンションやないか。ルイージマンション行きまーす。ギュイーン、吸い取っちゃうわよー。ほら、どんなもんよ。あ、どうも、お掃除してまーす。なあ、じゃあ掃除機じゃないのか。あ、そもそもこれ貼るだけでいいんか。あれ、違う？1枚じゃ効果を発揮しないのか。他にも、ペットボトルが倒れたところで。あ、あ、なんかあった。耳栓。なるほどね。こうしてこうだ。今なら聞こえないわよ。ほらー、どんなもんよ。はい、寝顔見ちゃおう。ステージ26、恋のデスゲーム。なんだ。私が絶対助けてあげる。やばい、彼が囚われてる。どういう世界線なのこれ。野球のバットでお前しばくぞと。やったろやないかと。うれえ。なんだ？来たぞ！しばけしばけ今や！何起こってんねんお前。となるとなんだ、鍵がいるんか。あ、こっちの様子見れんのか。あ、鍵手に入ったよ。あっさりだね。この鍵じゃないのか。となると、これ開けちゃう？あ、やばい。ああ、え、あかんの？なんで？それが正規じゃないの？こん中いけるんや。え、ダクトの中から出てきて、そこ直通なんや。なんで、俺が悪魔みたいになってるやん。助けに来たのに。あ、これカメラで見られてるから、これ鍵開けた時にこいつが来るんやろ。だからカメラを壊してから行きたいんやけど、でも壊したタイミングで来ちゃうから、このカメラをどうにかしたいねんな俺。一回壊してみるか。ほら、壊して、その間に、なんかする。無理か。あ？あ、鍵手に隠した。鍵とバット両方持たすと？はい、壊して。
で、あ、なんか違うことになった。で、鍵かける。なるほど。オッケー、今度はお前を閉じ込めたぞ。助けに来たわよ。さあ帰ろう。ステージ27、彼と夢の国。あー来ました、遊園地。一人で来てるのかな、彼は。一緒に来てるのかな、わかんないけども。写真撮っちゃおっかな。はい、カシャカシャカシャ。はい、カシャカシャ。近すぎー。あーっと、鼻水。なんで。となるとこの風船も気になるけど、彼をもっと近くで見たい。あ、ヒーローものや。ヒーローが、あと水入って桃色ピンク。なるほど、これなんとなくわかったな。これヒーローショーすんでな。まずこれ来ます。あ、これ最後やったかな。はい、来ました。すいません。あーっと、他の子に人気になっちゃった。あれ、この水誰にも飲まさないのか。あ、こっちか。いや、これピンクじゃない可能性あるな。普通にこの着ぐるみの中に入りそう。この髪なんかできるんちゃうの。何もできひんのか。あー、あれ、なんか違うな。思ってたんとちゃうぞ。あ、持った。まあ急いで急いで、もうすぐ始まるよっつって来た。で、キッズをそっちにやって、長風船とかやってんけど、そんな職務放棄すんなよ。今のうちだ。向こうにいる間に来て彼の元に行くと。わあ、まだ子供いた。そんなアホな。あ、わかった。これで着ぐるみが多分右の控え室に行ってるわ。なるほどな。で、水をあげて、あ、おしっこ行きたなりました。で、服もらいます。ちょっと臭いけどまあいいですわと。で、これ切る。これいったっしょ。風船はいかが。ちょんちょん。はーい、いいねー。あー、牛もして最高だねー。ステージ28、びっくりサプライズ。あーっと、なんだこういうね、メンヘラタイプちゃんはなぜか料理が下手くそという認識がね、共通であるけども。んー、もう帰ってきたのか。てか彼の部屋だよねこれ。当たり前のようにいるよね。あ、寝ちゃう。遅すぎて寝ちゃった。わあ。あー、すいません、おはよう言うて犯人出てきました。うーん、ここまで合ってるならね、そんな驚かなくていい気するけど。おかえりーって。空き巣来た。なんじゃお前、なんでお前が電話してんねん。おい、空き巣こっちこっち、あたしじゃないわよ。待てよ。あ、この包丁で割る。 OK で、クラッカー、クラッカー持つ。よし、これでお出迎えしよう。あ、泥棒や、パン。よし、逃げた。あ、この子のことじゃなかったんや。泥棒が入ってたんや。なるほどね。で、友達来て、わー、すごーいって。で、お前なんかした？いや、俺何もしてねえよって。うわ、陰ながらの努力。いいね。ステージ29。吊り橋効果を狙って。釣り干したかね。恐怖のドキドキが恋愛のドキドキと勘違いする、そういう効果です。あ、クマがいるね。これはドキドキどころじゃない。この恐怖はドキドキじゃない。死を覚悟する。右側は、あー、もうめっちゃドキドキしてるやん。あー、やばい。わー、あー、危ない。ドキドキするね。恋愛のドキドキかもよそれ。行ってみよう。スタスタスタ。クマちゃんは引っ込んでてね。うぃー、甘いねー。さあ、言うてる間にステージ30来ました。これが最後でしょうか。もう一個束あるんで31もありそう。あれ、30が押せない。なんで、なんかクリアしてないのある。クリアクリアクリア。あ、これクリアしてない。
ここに100円玉ある。なるほどね。じゃあこうして元気はつらつエナジードリンク、これにて加速力 10% アップ。これで間に合うだろう。いけー、シャー、入った。これでクリアか。 OK。 さあステージ30、最後のステージいきましょう。ステージ30、念願のデート。うわー、ついに振り向いてくれたのかな、吊り橋効果のおかげで。うわ、なんかー、あ、けー、それあ、て、指毛もけーって。なに、このハンカチ、これ昔拾ったの、これあげようかな、今返すとき。あーと、なんだそんな、筋トレ前にアンモニアの匂い嗅ぐみたいな、やめて。ドキドキメーターを下げろってことか。ラストって書いてる服にラストって書いてる。緊張感紛らわしていきましょう。はい、コーヒー飲んで、はい、落ち着いて。こいつデートの時にサンダルで着よんな。あ、何よ、触らないでよ。あ、何よそれ。あ、緊張感下がって。言うわ、私付き合ってください、お願いします。わーお、結ばれてよかったね。 Thank you for playing と言いますことで、皆様も学生の間に恋はしておきましょう。そうでないと僕みたいになりますよ。28歳独身、よろしくお願いします。それでは本当の最終ステージ、その後の主人公たちを覗き見しちゃおう。行ってみましょう。何年後の話やこれ。白髪になっても言うてますけども。パトロールは継続中。そして年月は経ち40年。え、見た目がすごいお姉さんみたいになってる。まあ、あのツインテールやめたんかな。死に終わりっていう風に書いてる。あ、猫じゃらしや。包丁持ってほら、行こう行こう。はい、こっちよこっちよ。はい、猫ちゃん邪魔しないでね。あ、なんか郵便ポスト届いてますぜ。なんだお前、その年になってもモテんのか。許せないわね。特売日、あなたにはこれがお似合いよ。早く行きなさい。歩くだけでモテモテってすごいな。あ、なんだ。あ、わあ、びっくりしたーって。この年になってもね、こんなに仲いいの憧れますね。仲良さそうで何よりです。これにてステージコンプリートということで、めっちゃ可愛いですね。皆様も良い恋をしましょう。それではまた来年、お疲れー。